西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週もですね、たくさんのメールをいただきまして質問をいただいております。その中からですね、今日は、加藤進さん、男性で40代神奈川県の方なんですが、この前ですね、私が麻生総理と藤井参与と一緒にですね、麻生さんのところに行ったビデオレターを見ていただいて大変心強く思っていただいてますということで、この、その話なんですが、同時にですね、他の方はですね、川口正弘さん、男性30代静岡、この方はですね、どうも安倍総理がお話しされているのを聞いていると新自由主義団体ばっかりやってるんじゃないでしょうかとかですね、同じようなことが、加藤さんもまた書いておられるんですけれども、今日はその問題についてお話をさせていただきたいと思うんです。で、確かにですね、安倍総理の周辺、はっきり言いまして 竹中平蔵さんがですね、など幾人かの、メンバーがですね、ああいう産業競争会議などにおられてですね、そこから出てくる話というのが、どうも新自由主義的な、発想、減税をして民間投資を増やしていくんだというような話なんですよね。で、しかしこれでははっきり言いまして経済良くならないんですね。で、今デフレですから、デフレである時には民間投資をするためには民間投資を行うだけの環境を作らなきゃならないと。で、環境を作るにどうするかというとですね、まず一つは、総需要を増やしていくということで財政出動する。2番目の矢が一番大事なんですね。で、先日麻生総理とですね、麻生元総理、財務大臣と藤井参与とですね、いろいろなお話をしてきたんですけれども、その中でも全く同じ意見を麻生財務大臣をおっしゃっていました。まさに今やらなきゃならないのは財政出動で総需要を増やしていく。高橋是清の時のですね、時代の話をされていましたよ。そして高橋是清のあの時はですね、要するに、徹底した、この財政出動をすると。ところがこの徹底した財政出動をしていって2年間徹底してやっていくと民間需要がどんどん増えてきたと。で、その時はですね、この財政出動をどんどん出すんじゃなくて今度は民間中心にやらしていくんだと。だからいつまでもですね、だらだらやってるんじゃなくて、だから財政再建ができないんじゃないかとかね、いう話にはならないんですと。で、そういうことを全部分かって私やってますからと。そしてその真似をですね、全く同じ真似をしたのがあのアメリカのルーズベルト大統領でやったんだけれども、この元にあるのは高橋是清で、それと同じことを、麻生総理もですね、麻生財務大臣も今されようとしてるんです。ですから、経済財政の、舵取り役財務大臣である、麻生総理がですね、そういうのをおっしゃってますから、これ間違いなく、私は、安倍内閣の下でですね、デフレ脱却できると思うんです。で、もちろん、いろんな方がですね、その安倍内閣のそのいわゆる諮問委員会委員になってですね、政策提言される、それも結構なんですけれども、今度それをですね、決めていくのはやっぱり自民党の部会の中でやっていくわけなんですよ。だからその中で私たちもこれ言っていかなければならないと思っています。特に私は税調の、自民党税調の幹事もさせていただいております。これから参議院選挙が終わった後ですね、早速この税調の役員会などが開かれてきましてですね、これからどういう形で、この内需を拡大していくかと。で、よくですね、民間投資を拡大するためにはですね、減税だ投資減税だとこういう話になるんですけど、もちろん投資減税大事なんですよね。しかし投資減税をしようと思ったらですよ、つまり投資をする方が得なんだと、というよりもそう投資をしなければ損なんだと。で、しないでおいておけば、企業はですね、税金たくさん取られちゃうと。たくさん取られちゃうからこそですね、要するに使った方が税金低くなるから、安くなるから、同じ税金取られるならこの必要な投資をしようじゃないかと、こういうインセンティブが働くわけですよ。ところが減税をどんどんしちゃってますとですね、今のように法人税がもともと4割あったものが3割になる、それをまた 15% とかにしろとかね、いうふうにどんどんそれをやっちゃうと、そもそもですね、増収しようがしまいが税金ほとんど払わなくていいんですから、これ全くね、インセンティブにならないんですよね。
だからここのところを我々しっかりね見据えていかなきゃならないし、減税合戦がですね、まあ、世界中でしていると。でこのことをですね、麻生総理もですね、麻生財務大臣も非常に問題にされてましてね、これから先進国は後進国にですね、どんどん雇用を奪われてしまうと。だから、後進国がですね、自分たちの国に投資してほしいから、どんどん減税していくから、それに合わせてこちらも先進国も減税しちゃうと、そもそも減税以前にですね、このいわゆるこの人件費、それからこれから売れてくる人口の大きさ、そういう問題からですね、先進国から後進国の方にどんどん雇用移っちゃうんですよ。で、これはそもそもが。だから減税をするからこちらに残っておいてくれと言ってもですね、残りません。そもそも後進国行っちゃいます、これは。それよりもですね、日本の国内で研究開発はじめですよ。ね、そういうやっぱり研究者レベルの高い研究を国内ですると。で国内でしたらその分は非常に税制的には企業になってですね得になるんだと。しかし放っておいたら税金高く取られちゃいますよと。で同じするんだったらですね、国内でしっかりですねいいその研究者集めてどんどん投資する方が結果的に得なんですよね。だからそのためにするためには税率を上げなきゃダメなんですよ。上げた上で減らしていくと、この減税していくと、こういうつまり飴と鞭を両方ともですね使っていかなきゃならないんです。でこれが我々政治家の仕事なんですよ。ところが今言われている民間の方々からいろんな提言来ますよね。で彼らは何かと、まさに企業家の立場なんですよ。企業家の立場からすればですよ、しようがしまいが税金安いのが一番得に決まってるんですね。しかしそれは、まあ、そういうね民間の提言として我々は聞いていけばいい、またその中でいいものを取ればいいんですけれども、我々が本当に政策やるときには民間企業者がいいんじゃなくて、そのことによって国家として日本国がですよ本当に経済が良くなるという仕組みを作っていくのが政治家の仕事ですから、ここはですね履き違いのないように我々がしっかりコントロールしていかなければならないと思うんですよ。しかしこのことはですね、やっぱりこういう税の仕組みとかですね、世の中の、この企業家の心情、まあ、そういう人間のですねこのドロドロしたそのことも含めですね、まあ、世界の情勢も含めてトータルで見ていかなきゃならないんですよね。でそのためにはやっぱり一部のですね、いわゆる民間の企業の経営者の話だけでは当然できないということです。ですからいろいろご心配をなさっているこの質問のメールが、あったんです。同じようなメールもいくつかありましたけれども、それを止めるのが我々の仕事なんですよ。だから、ここはですね、しっかりと、安倍総理がせっかくデフレ脱却、そのために財政出動するというね、一番大きな今までできなかったところに安倍総理の下でですね、これは進み出したわけですよ。今まででしたらこの財政出動そのものがですねずっと否定されてきたわけですからね、それを安倍内閣でやってきた、この2本目の矢と1本目の矢の組み合わせでやっていこうということですよね。そしてそこを徹底的にやっていけば第3の矢というのはですね、これは当然のことながら、総需要が大きくなってきたら民間も増えてくる。そしてそれを実際にやるためには減税合戦じゃないんだと、飴と鞭と両方とも使わないとですね、飴だけやってもこれは第三の矢はうまくいかないし、民間の経営者のからはそういう飴と鞭の話じゃなくて飴しか出てきませんから、我々はそこはしっかり見据えて議論していきたいと思っておりますから、ご心配いただかなくても結構というよりも、いやどんどんそういう話はですね皆さん方が訴えていただければいいと思うんですね。そしてその結果世論がですね、その民間経営者が言ってる話じゃなくて、要は我々が言ってる話の方がですねそうだねと、筋が通ってるねということになれば、これは当然ね、その誤った方向に導かれることはないと思います。そういうことで、今日もいい質問いただきました。これから参議院選挙が、もう間もなく始まりますけれどもですね、これからそういういろんな、この安倍内閣についての疑問や質問もまたぜひお寄せいただければと思います。今日もご質問いただきありがとうございました。